こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい。どうしました今日は。今日はですね、ある企画を持ってきました。はい。社内でわらしべ企画です。ちょっと待ってよ。物々交換していくやつ。表面の私物から始まって1万円以上を目指してもらいます。ちょっとここから始まるんですね。最初の品が大事だと思うんで。これって、本当に交換するんですか？もちろん。ちょっと待ってくださいよ。あ、これ。なんだと。スマホにしよう、スマホに。スマホかよ。これ18万7千ですよ、これ。あ、じゃあそれ行こう。おっと。おっと、出たよ。これにするか。これあれですよ、スマートフォンをここに挟んで自撮り棒的な感じにできるんですけど、多分4000円ちょっとなのでこれでいきましょうか。そしたらはい、先はこのカードで言います。はい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 、いきます。はいはいはい、お、ここですね。ここですね。皆さんすいません、これとわらしべ長者交換的なことをしてくれますか？そしたら同じ広島県出身の A はるかさんのカレンダーを、そしたら、はい、これはもう広島県民にとってはね、カレンダーになりましたけど、カレンダーになりましたけど、はい、次の場所を決めましょう、はい、これだ、営業部。失礼します。すいません、ちょっと僕が今手元に持ってるこの綾瀬はるかのカレンダーがあるんですけど、はい、使ってないんですけど、おっまだ開けてない、もらい物ですね、多分どっかから。では、はい、こちらでよろしいですか？はい、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、次はどこへ行くのかな。ここです。今度メディア技術部です。ちょっとお忘れかもしれませんけど、4000円、まあ5000円近くする自撮り棒から始まってますからね。1本500円するかしないか、10分の1ですよ、はい、あ、来ましたよ、メディア技術部です。失礼します。わらしべ長者企画と言いまして、はい、物々交換をしていきながら億万長者を目指すっていう企画なんですけども、はい、ってねえな。メガネとかね。じゃあ、ってものすごくいいやつ着てますね。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 良さげですね。良さげです。そう。寒いからね。財布の中に入ってる1万円札でもいいですよ。全然いいですよ。ゴールやね。はい、本当に何も用意してないです。何か物々交換していただける私物みたいなのってメーカーさんからもらったストラップ、おー、どうでしょうか、いかがでしょうか、いいですか、これで良ければ、はい、ありがとうございます、はい、やったー、はい、300円ぐらいで、これね、そうなんですよ、なんかどんどん下がってきてますね、どうしよう、本当大丈夫かな、本当。じゃあ、お願いします。 DX マーケティング、あ、さっきの隣ですね、これ。隣。隣。ほう。ちょっとじゃあ行ってきますね。差し出せるもの。差し出せる犠牲のものをなんか持って。どうでした？ごそごそ探ってくれてるので、きっと。お、すごいなんか高価な箱、高価そうな箱を持ってきましたよ。お、これは何ですか？プロジェクターが。3000円ぐらいですか？お、3000円、ちょっと盛り返した、いや、もう、はい、ありがとうございます、わー、ありがとうございます。次どこだ、ここにしよう、次どこだ、はい、編成業務部、次はですね、この編成業務部っていうところにちょっと呼んできますね、そしたら、はい、お疲れ様でございます。どうでした？編成業務部からはですね、こちらの、カードスタンドと、あと
ライト、それから防犯ブザーとセンスの方と、まあ、これをかき集めたものなので、ぜひ。でこのわらしべ長者企画はあのゴールが1万円なんですよ、はい、長い道のりになりそうですけど、これはもうもはやこれいくらですかこれは。もはやこれまたゴールが遠のきましたけど、ちょっとうん、いきますよ。はいはい、どこですか。放送実施部、まあ放送する前の番組があれば収録したものがあのミスがないかとかそういうものをチェックしてます。わらしべ長者的なことをやってるんですけど、この人は何と交換になるんですかね。これと全部と。ありがとうございます、持ってきていただきました。はい、はい、アレルゲン不使用の缶詰と、ソイジョイ4本大事に使っていただければ。 ありがとうございます。何ですか。総務経営企画局、失礼します、はい、すいません失礼します。まあ、株出しはちょっと NG でしたけれども、無事交換してまいりました。あのですね、一無人の直筆サイン入り CD をいただきました。あ、さっきあのプロジェクター交換したので。失礼します。失礼します。2回目です。2回目、さっきまた2回目引いちゃいました。2回目。また出てきていただきました。また何ですかこちらは。クローバーミーフレンドっていう、昔のAI スピーカ ー、 おー、はい、当時の定価は5,400円。ちなみにあのさっき渡したプロジェクターなんですけど、はいはい、調べたらあの12,000円。え、一応クリアできとったやん。じゃああそこで終われとったやん。じゃあ何この誰も幸せにならないこの企画は、次回はないですね。これは。